はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編では第26章ですね、やっていきたいと思います。そう、ちょっとこの前の戦闘でレベルがマックスになっちゃったんで、多分主人公とかレベル20でマックスなんで、これをちょっと上限上げたいんで、道具屋に行って上限を上げるアイテムを買えるか。4000円しかないぞ。12000円買えない終わってる。プラス5レベル成長か。買えないのはしょうがないな。なんか売るか。輸送隊にある、いやここら辺の高いけどな。葉隠れとか超強いし、売るものが特にないな。これとか1000円で売れるけどな。銀の歩み、いやー小判を売っていくか。そうすると無駄にこのね重石をいっぱい買っちゃったんですよね。合成できないんですよ重石。ここら辺のは売りたくねえかな。小判を11個売ったとしても3000円にしかならないダメだ、このまま行くか。しょうがないから、ちょっともったいないけど、でもまあしょうがないよね。家でうだうだしてから行くか。まあ結婚したことだし。お帰りなさいませ、一緒に過ごす。お、なんか3つ目のところにマークがある。何するんですか。何するって、もう顔を撫でてるだけだよ。まあ気にするな。あの3つ目まで溜まると何が起こるんだろう。ドキドキしちゃって大変ですよ。そうか、俺はちょっと撫でるので大変だよ。もう速攻で上がってくれれば助かるんだけどな。あともうちょいかな。好きです。上がれ上がれ。うん、なんか上がりが悪いな。ポイントが見つからない。ポイントが、とりあえず1個溜まったか。長いな先は。大好きです。私いい奥さんになるためにもっといっぱいいっぱい頑張りますね。うん、戦闘を頑張ってほしいよな。戦闘を戦えるメイドとして招待する。何これ、呼べんの。女の子呼べるじゃん。お友達を招待する感じかな。でもさ、こう2人のところに来るのも微妙だよな。オロチ呼ぶか。結構仲いいんだよオロチは。おお、来た来た。こうやって皆を呼び出しておるのか。ミカミックス様も暇じゃのう何これ、いいのさっき奥さんとイチャついてたばっかじゃん。どなたの今の運勢は。末吉かよ。末吉じゃ。いや奥さんの目の前でさ、すげえなミカミックス。終わってんなマジで。男として終わってる。いや人として終わってるマジで。巫女様にはよく髪を結ってもらったものじゃ。いやこいつの方がしかもこう上がりがいいね。ゴレゴレ、あまり触れると髪型が崩れるではないか。ごめんね。というのを見てんのか奥さんは。おうおうおう、あともう一個か。礼を言う。なかなかに楽しい時間じゃったぞ。うん、まあ俺とお前は楽しい時間だったかもしれないけど、ちょっとフェリシアの顔を直視できないな今これは。オロチは帰ってきました。うお、直視してる顔をこれは修羅場だぞ今のは。なんでオロチばっかりみたいな。てかアホだなこいつ本当に。第26章アンヤ王子マークス。レオンの助けにより一行は卑劣な罠を排したマクベスを倒した。ガロン王の部屋の間近へと迫る。しかし最強にして最大の敵がその前に立ちふさがる。第26章とうとうマークスと私有を決する時が来たか。まあ今の俺はもうレベルマックスだからな。てんてんてん。マークス様。服似てんな、ラズワルドって。俺に似てる。ミカミックス様たちが近くまで来ています。
もちろん迎え撃つんですよね。ついに来たのね、ピエリ。とっても楽しみなの。早速ピエリたちも戦闘の準備を始めるの。お前たちここで待っていろ。戦闘に出ることは許さん。どうしてなの？大切な戦いなのに。え？僕たちでは足手まといになるって、そういうことですか？いや、そうではない。お前たち進化の腕は信用している。だが今回の戦いは私とミカミックスの一騎打ちで決したい。無駄な犠牲を出さぬためにも他の兵は不要だ。へえ。一騎打ち。それでも相手は何をするか分かりませんよ。ここで待っているわけにはいきません。なの？それにピエリも戦いたいの。いっぱい敵を殺したいのよ。ダメだ。お前たちはこの部屋から出るな。これは命令だ。マークス様。すまない。だが分かってくれ、ラズワルド、ピエリ。私はお前たちを信用しているからこそお前たちをここに置いていくんだ。今まで私と共に戦ってくれたことは感謝している。どうして？そんな言い方するんですか。それじゃまるで、なの、これっきり最後みたいなの。では行ってくる。マークス様。動くな。ここから出ることは許さん。いいな。待ってください、マークス様。ラズワルド、ピエリたち、どうしたらいいの？どうしようもないよ。命令なんだから待つしかない。そうだろう？そうだ、主人を信じて待て。お前らは一騎打ちすんのか？そんな気はさらさらないな、こっちは。集団で押しかけてるぞ。結構疲れたな、ここに来んのに。エリゼ、ガロン王の部屋はもうすぐかい？塔の最上階にお父様のお部屋があるわ。わかった。ありがとう。これまでの戦いでみんな随分消耗してしまった。ガロン王の部屋に行くまでにもう何事もなければいいけど。残念だけど。それは無理な願いのようよ。え、どういうこと？いい？回廊の先を見て。あれは来るか、マークス。なんで後ろを向いているんだ。来たか。不意打ちを食らうぞ。おお、この剣は暗黒剣。すげえ、闇の波動だ。勝てる気がしない。決着。なんて波動だ。兄さん。待っていたぞ、ミカミックス。ここまで来たことは褒めてやる。できれば兄さんには会わずにいたかったけど、やはり甘いな、お前は。私を倒さずに父上のところに行けると思ったか？この戦争を終わらせたいのなら私と戦え。やめて。お願い、マークスお兄ちゃん。なぜ兄弟で殺し合わなくちゃならないの？血はつながっていなかったとしても二人は兄弟よ。それなのに。何？お前まで寝返ったか、エリーゼ。違うわ、私はただ二人に戦ってほしくなくて。なるほど。そうやってカミラやレオンを惑わせたか。だが私はそうはいかん。アンヤ王国第一王子として王国に仇なす者の存在を許すことはできん。誰が何と言おうと私は今からミカミックスを倒す。そんな。気をつけろ。ミカミックスを守るぞ。心配するな。隙をついて仕掛けるつもりはない。今日は私の進化も置いてきた、ミカミックス。いいか、私は卑怯な手は使わん。正々堂々と一騎打ちで決着をつけよう。わかった、マークス兄さん。では場所を変えるぞ。あちらに大広間がある。待ってよ、二人とも下がる。エリーゼ、そこから動くな。でもマックスお兄ちゃん。動くなと言っている。エリーゼ、ごめんなさい、ミカミックスお兄ちゃん。私すまない。僕の方こそマックス兄さんを止められなくて、兄弟同士で争うことになってしまってありがとう、エリーゼ。ここまで一緒に来てくれて嬉しかったよ。君と兄弟でいられたことは間違いなく僕の人生の幸せだった。やだよ。
そんなことを言わないで。私ミカミックスお兄ちゃんの無事は祈れないのに、無事で帰ってきてってそう言いたくなっちゃうよ。ありがとう。僕にはその言葉だけで十分だ。じゃあ行ってくるよエリーゼ。どうしてこんなことになっちゃったの。あんなに仲良しだったのに、あんなに一緒にいたのに、私やっぱり何もできないの。うん、そんなことない。本当に叶えたいことがあるなら絶対に諦めちゃダメ。もう一度話を聞いてもらおう。絶対大丈夫。今度こそ。マックスお兄ちゃん、ミカミックスお兄ちゃん。そうかな、絶対大丈夫とは思わないけどな。エリーゼもアホなのかな。お、さあ行くぞミカミックス。この先を目指すのなら私を倒し道を開け。昔のように躊躇するなよ。もし少しでも躊躇すれば、次の瞬間にお前の首が飛ぶことになる。うん、マークス兄さんこそ昔みたいに手を抜かないでくれ。僕も昔の僕じゃない。面白い。そうでなければ剣を交える価値もない。はあ、ん、何にも動いてないんだ。うわ、切られた。真っ二つだぞこれ。いって絶対負ける。なんて強さだ。やっぱりマックス兄さん圧倒的だ。圧倒的じゃないか。でも僕はここで倒れるわけにはいかないんだ。悲しいけどこれ戦争なのよね。ほら、やらせはせん、やらせはせんぞ。さすがに腕を上げたようだな。だがやはりまだまだだ。うわ、ミカミックス、ミカミックス、来ないでくれ二人とも。これは僕とマークス兄さんの戦いだ。どうした、ミカミックス。もう終わりか。マークス兄さん、なぜだ、なぜわからない。それほどの力を持っていながら、なぜその力を正義のために使おうとしない。正義だと、ありはしない、ありはしない。戦争や国同士の戦いに正義などどこにもない。そうだろう。お、戦争だ。しぶとすぎだろこいつ。あるさ、正義の曇りない目で見渡せば何が正義なのかわかるはずだ。マークス兄さん、俺が正義だ。ではお前が信じるその正義とやら準ずるがいい。おお、これはやっちまったか。ヘリーゼ、ヘリーゼ、しっかりしろヘリーゼ。俺は何回も切られても大丈夫だったのに。マックスお兄ちゃん、なんでこいつ一発切られただけで死ぬんだ。それが正義。愛するもの守るために必要なの。本当は剣じゃなくて温かい手と涙なの。お願い、戦いをやめて。死んだか。こいつなんで出てきたんだ。やばい、逆恨みになるぞ。お前のせいだとか言ってきそう。貴様さえいなければみたいなことを言ってこられたらたまったもんじゃねえな。あれ嘘だ、そんな。エリーゼ、目覚めろスーパーサイヤ人として。来いミカミックス、終わりにしよう。この暗黒圏ジークフリートの梅雨となるがいい。兄さん、まだ戦いを続けるっていうの、もうエリーゼはいないのに。僕たちの戦いをやめさせるために死んでしまったのに。ああ、だからこそここでお前との戦いを最後にするんだ。どうしてだ。
僕にはできないよ。だってエリーゼはこの戦いが終わったらまた兄弟みんなで昔みたいに楽しく話そうって、またみんなで一緒にいようってそう言っていたんだよ。エリーゼは兄弟で争うことを望んではいなかった。それなのに実の妹の最後の願いにさえ聞く耳を持たなくなったのか。兄さん、何度も言わせるな。剣を抜け、ミカミックス。兄さん、剣を抜け、ミカミックス。兄さん、分かったよ。もう兄さんは昔の兄さんじゃないんだね。ならばもう僕も何も言わない。ごめんエリーゼ、君を守ってやれなくて。君が命を懸けて願った最後の思いも叶えてやれなくて。でも僕は戦うことでこの戦いを終わらせる。思想はこれ完全ソレスタルビーイングだな。あなたに教わった勇気で僕はあなたを倒す。覚悟してくれマークス兄さん。さっきまでめった打ちにされてたんじゃねえかよ。あれすげえ、ヘリのとこにいる。マークス様、よかった無事だったのね。どうしてエリーゼ様が殺されているんですか。これは一体どういうことなんです。何、お前たちなぜここに来た。待っていろと言ったはずだ。ごめんなさい、なんだか嫌な予感がして。でも来てよかったのよ。一騎打ちならあんなことにならないはずなの。マークス様は騙されてあいつらに襲われたのね。違う、エリーゼはあいつらがやったんじゃない。だからお前たちは戻れ、これは命令だ。嫌なの。ピエリたち、マークス様をお守りするの。もう兵士だって呼んできちゃったんだから。守ってみせる。そう決めたんです。あなたを一人で死なせはしない。白夜の兵たちは皆僕たちが始末します。なにこいつら。みんな、アンヤ兵が来たわ。何、一騎打ちという話ではなかったのか。なんて卑怯な、迎え撃つぞ。かかってきなよ。マークス様に手出しはさせない。ピエリ負けないの。そうだな。くそ、ラズワルド、ピエリ、お前たちは巻き込みたくなかった。おーっとと、これはこれはとりあえずもうだいたいこれで主力だろう。だいぶ出れんな。椿も出てきてんな。そうだな、もうこのメンツで大丈夫かな。戦闘開始。敵将撃破。敵将撃破ってさ、完全だってこれ一騎打ちじゃん。マジかよ、負けそう。でもさ、これ俺死んだらどうなんの。こいつ倒せなくね、死んだら。ちょっと待って、いきなりこいつ敵ここにいるな。こっから中入れんのか。扉、待機不可。あ、でも扉ってことは鍵で開けられるのかな。まあ、とりあえずちょっと攻撃をしていくかな。こいつらどこまで来る。やっぱりちょっと真ん中でおびき寄せるためにまずはこいつで攻撃を仕掛ける。全然来らねえ。まあいいや、ちょっと減らすだけっていう。ほらほらほら、硬い。毎度毎度の環境が。40万あんのかよ。しまった、こいつ流石出すの忘れた。あ、違う、こいつ進化させたんだ。魔法キャラになったんだ。ってことは、ってことはこっから攻撃すれば、いくぜ、くらえ。おりゃいいね、8くらいだったら本物でいけるな。多分 1×2 プラス8って。とんでもねえ弱さだな。魔法キャラ重要。これどうすればいいんだ。敵はいっぱいいるけど、階段とかある。あ、階段から行くのかな。いや、そういうことじゃないよな。なんだ、全然わかんねえな。とりあえずちょっと手出してみようかな。パラディン18レベル60か。自分から手を出せば多分これ絶対負けねえんだけど。所詮貴様はその程度だったか。行くぞ、行くぞ。
もう迷いはないな。今目の前にいるのはお前の兄などではない、アンヤ王国第一王子、憎き敵国の戦士マークスだ。もう迷いなんてない。僕はあなたを倒す。これまで一度も叶わなかったあなたを今度こそ超えてみせる。そうだな、その息だ。来い、行くぜ。オーラザコが決まったな。月光が発動した。パカラッパカラーっと。しまった。やればできるじゃないか、ミカミックス。そう、その一撃だ。え？迷いのない瞳で向かってくる、その姿。あの頃の私がずっと、ずっと教えたかったものだ。今のお前なら、きっと。マークス兄さん。弱かった。終わったんだけど。マジで一瞬だったな。弱かったな、マークス兄さん。なんであんな苦戦してたんだよ、お前。どうだ、これが俺の真の力だ。僕は強くなんてなってない。いや、強くなったよ、お前は。僕の腕はまだ、マークス兄さんに及んでない。これ完全に嫌味だぞ、お前。なのにどうして、わざと僕を勝たせたんだ。兄さん。兄さん、僕は強くなったはずだった。この国を出たあの日から戦い続けて、虹の賢者様からだ力だって得た。なのに僕はまだあなたに勝たせてもらっているミカミックスのままだ。これじゃまるでまだみんなで一緒にいたあの頃、訓練でいつも僕を勝たせてくれた時と同じじゃないか。懐かしいな、そんな頃もあった。あの頃は楽しかったな、みんな一緒に笑い合って。思えばあの時が私にとって最も幸せな時間だった。どうしてだ。ならどうして僕と戦ったんだよ。どうしてエリーゼの願いを聞いてあげなかったんだ。もしあの時エリーゼの話を聞いて戦いをやめていたら、エリーゼもマークス兄さんも死ぬ必要なんてなかったのに。ミカミックス、この世界にもしもの話はない。選んでしまった道は変えることはできない。私たちは自分の選んだ道を正しいと信じて進むしかないんだ。そうだな。でももしお前の言うような違う未来があったなら、お前と共にこの戦争を終わらせて兄弟一緒にまた仲良く過ごしたかった。ゲホゲホ。兄さん。だが私はアンヤ王国の第一王子だ。エリーゼや他の兄弟たちのようにお前と歩み寄る道を選ぶことは許されない。この国の父上の意に反する道を選ぶことはできなかったんだ。だから私は本当にお前を殺すつもりだった。お前たちを殺してアンヤ王国を勝利させるつもりだった。なのに最後に一遍だけ残っていた兄としての気持ちがそれを許してはくれなかった。そんな。ずるいよ兄さん、そうやってかっこいいことを言ってこのまま逃げる気なのか。叶わないよ、このままじゃ叶わないんだ。僕はもう一生マークス兄さんに憧れだった兄さんに叶わない。叶うさ。え？私は結局この世界をアンヤ王国を平和には導けなかった。だがお前なら私にできなかったことがきっとできる。その時こそお前は私を超える。兄さん頼む。ミカミックス、父よ、ガロンを。ん？うん、わかったよ。必ずガロン王を救ってみせる。ありがとう、ミカミックス。死んだか、こいつも。死者が今回いっぱい出たな。今度は勝ち逃げか、とりあえず。って感じだな。みんな。行こう。いつまでも泣いていたらマークス兄さんとエリーゼに笑われる。僕は強くならなきゃいけないんだ、今度こそ。エリーゼに誓った諦めない気持ちと、エリーゼにもらったか、マークス兄さんにもらった迷わずに立ち向かう覚悟と優しさ、それを手にガロン王と戦う。こんな悲しい戦いを終わらせてみせる。あなたならきっとできるわ。ありがとう。じゃあこの塔の最上階にガロン王の元に向かおう。
マークス兄さん、エリーゼ、どうか見ていてくれ。え、あの剣ちょっと持ってこうぜ、ジークフリート。あれ、普通に終わっちゃった。というところで、まあ兄弟2人死んじゃいましたけれども、まあちょっと戦闘そのものは一瞬で終わっちゃいましたね。まあ次はガロン王かな、そうすると。というところで、じゃあ第26章はこれで終了したいと思います。